2023年最初の朝一クブは、昨日から2日間にわたって今年ここ福岡で注目の人、物、ことをご紹介しています。はい、今朝はですね、2023年令和5年福岡で注目のこと、人です。2023年注目のこと、一つ目は今年3月に開業予定の地下鉄七隈線の延伸開業。開業100日前を記念して櫛田神社前駅が公開されました。ここは櫛田神社の川端通り商店街側の門を出て、路地を抜けて、信号を渡った先、距離にして200メートルほどの場所にある駅です。これは本当、駅の構内ちょっとミュージアムみたいになってますよ。博多人形などの博多文化を感じる伝統工芸品が展示されてます。いや、これは本当観光客なんかには喜ばれる作りになってますね。これまで七隈線沿線から博多駅に行くには空港線に乗り換えが必要でした。徒歩にかかる時間も含めると17分ほどです。それが今回の延伸によって天神南駅から博多駅まで3分、移動時間が14分短縮されるのです。さらにこの日限定で公開された場所が、これは今どっちの方面に歩いてるんですか？こちらはですね、天神南の方に向かっております。この場所はですね、直線半径が100メートルの最も究極線、つまり国体道路から博多駅の方に曲がってくるあたり、はい、そこです、ちょうどそこになります。これが曲がりきれないと途中角っこの民有地の方の地下通りということになりますので、用地買収などの費用が出てきてしまう。なんとか道路内に収めていくという。すごいすごいすごい。続いての注目のことは、天神に新しいランドマークビルオープン。福岡三越の目の前に鎮座する華護神社、この境内にできた巨大な建物、実は華護神社の社務所ビルなのです。どんなビルなんですか？はい、まずあの半分は神社の社務所ですとか、まあ、倉庫、そういったもので使います。で、残り半分は飲食であったり、あと貸事務所として、400年以上前からこの地にある華護神社。以前あった木造の社務所は90年ほど前に建てられたんだそうです。それが社務所ビルに変身して、1階の社務所部分は今年のお正月から稼働中なんです。石井ちゃん、内部へと案内していただけることに。どうなんですか、テレビカメラが中に入るのは初めて？初めてなんですって。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。最初に案内してもらったのは2階のフロア。実は境内に面した1階と2階には飲食店が入居する予定で、来月には早速バーがオープンするんだそうです。はい、というか今捉えてる映像はすごく新鮮じゃないですか。こんな形で華護神社をこの角度から見るっていうことがないので、こんなに慣れ親しんだ神社なのになんか新鮮な見え方をしてますね。続いて案内していただいたのは4階のフロア。普段は支度部屋や控え室として使用しますが、別の使い方も考えているんだそうです。こちらが災害時の、帰宅困難者の方の、一時待機所といいましょうかに、はい、する予定でおります。はい、どうしてまたそういった場所を？はい、ご存知の通り、福岡県西方沖地震がございまして、当時華護公園と華護神社、大勢の方が避難してこられました。で、今回はライフライン、特にあの電気等が切れても自家発電ができますので、24時間は心配なくここで、お過ごしができるようにという形で整えてきました。この部屋に設置された赤いコンセントは自家発電機から電力を供給し、災害時でもスマホの充電などに活用できる仕様なんです。今後は関係機関と協力しながら物資の備蓄も進めていく予定なんだそうです。最後に案内していただいたのは最上階。
ここ9階ですよね。9階です。ああ本殿が見えない。あ、本当だ。ケゴ神社の本殿が見えないですね。はい、3階から上はもう全部このような作りで、おかみさんも絶対に見下ろさない建物ということで、こういう形にしてます。飲食ができるフロアになるかと思います。まあ、神社ですから、あの披露宴とかですね、まあ、そういったのができるといいかなと思うんですけどね。どんな中身になっていくかっていうのは、はいはい、今年徐々に徐々に分かってくる、ね。はい、続いては今年注目の人。世界に挑戦する高校生がいると聞き訪れたのは東福岡高校。世界を舞台に活躍する水泳選手がいるのです。どうも、こんにちは。ちょっと今先生に話を伺いましたけれども、はい、なかなかの成績をお持ちで驚きました。そんなことないです。そんなことない、はい、みんなそう言うんです、すごい方は。ちょっと謙虚な東福岡高校の竹原選手、去年の日本選手権では 200m 背泳ぎで優勝、世界ジュニア水泳では2位に輝いた選手なのです。2023年は7月に世界水泳がここ福岡で予定されてます。1年伸びて、そうですね、その自分的にはすごいチャンスなので、タイムも順調に上がってきてるので絶対に出場したいなっていう気持ちです。今年7月に開催される世界水泳福岡、背泳ぎ 200m で出場が期待されているのが竹原選手なんです。普段練習しているスイミングクラブにお邪魔してみると、あ、今から行くあの白いキャップ、今プールに入ったのが竹原選手だと思います。ちょっとやっぱり学生服を脱いでその水着姿、泳いでいる姿を見るとなんかこうワクワクしますね。普段は週に6日 5000m 以上泳いでトレーニングを重ねている竹原選手、今年4月の選考会で標準記録をクリアして2位以内に入れば世界水泳福岡に出場できるんだそうです。背泳ぎ 200m 竹原選手、金メダル取ったら何か考えてますか？いや、何も考えてない。なんか名言出るんじゃないですか？いや、僕そういうタイプじゃないんですよね。全然。最後までご視聴いただきありがとうございました。 KBC ニュースチャンネルでは朝ですや知りたかなどで放送したニュースや特集をいつでもご覧になれます。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また視聴者の皆様が撮影した動画や写真を募集しています。あなたの動画がニュースになるかもしれません。 KBC のホームページや朝ですアプリから投稿してみてください。お待ちしています。